クオリティどうなのよ。本当ごめんなさい、ここに口に毛が入ってサンタじゃん。皆さんこんにちは、モドエののりです。はい、いよいよクリスマスの時期が迫ってまいりました。皆さんはパーティーとか計画してますでしょうか。子供がねできてからというのもなんかイベントに妙に張り切るじゃないけど、まあ、ちゃんとやろうっていう気持ちになった次第でございます。そこで皆さんクリスマス系の準備するときどこで買いますか。やっぱねイベント系何かねやるときにダイソーとかさ100均ってかなりありがたいと思うんですよ。でね、例えばハロウィンももうハロウィンの日が近づくと店舗売り切れ続出ね。だからクリスマスも同様で日が迫ってくるとですねもう品物がねなくなっちゃうんですよね。なので皆さん今のうちから準備しましょう。そこで今日はですねこんなことをしたいと思います。それ実際にクオリティどうなのよっていうのの検証です。もうね、カチューシャとかはまあ間違いなく楽しくこの値段でありがたいみたいな風に使えると思うんですけど、皆さんね気になると思うんです。サンタの衣装 と、サンタのエプロン300円で売ってるんですよね、代表さんで。買ってみました。なのでイベントの時に着るとしたらあまりにも残念なのか、それともいやもう300円でこれもう十分でしょ子供にはっていうような感じなのか、実際にこちらじゃじゃじゃん着てみたいと思います。はい、ド定番のこれね、みんな見たことあると思うんです。ちょっとね実際着てみるよ。上と下とベルトが入ってます。おお、なるほどね。まあ、素材としてはこれフェルトみたいな薄手のフェルトみたいな感じですね。で身長155センチから185センチの方向けだって OK じゃん。176センチ、あ結構ねでかい。あだって私176だよ。いいじゃんこれ。パパも着れちゃうね。パパもパパとママ両方着てる。あ何これ、いいじゃんでかい。あサンタじゃない。あ、いいじゃん。結構ねこのさ広がっちゃってたりするやつ中に着てても全然平気だから、中にトレーナーとか厚手のものでも平気です。袖は私176センチの身長で若干寸足らずだけど、まあまあまあありでしょう。へえ、でもねこの直で見るとまあ薄いフェルト感はありますね。ちょっといいじゃん。ダセー、この辺この辺は隠れますから。この見本でいうと白いのをなんかね着てるから、白いインナー着ていただいて、あベルトも意外とちょっとちゃんとしてるってあるかもしれないけど、まあなんか艶やかな感じで、あこれ400円だったら十分だよね。あずれてる感じね。この辺ちょっと気になる人はアイロンかければちゃんとなると思う。サンタのひげをちょっとつけて、サンタの帽子もつけて、そしたら子供たちは私がママって気づかないんじゃない。おお、あサンタだ。あいいじゃん。あれこれどこにすんの、このこれとかなんかちょっとやり場困りますね。あサンタ、サンタです。じゃあちょっとせっかくなのでこれもつけてみましょう。このねクオリティ気になりません。どうなのつけたらみたいな。ちょっと私このねこれに関してはかなり想像以上の、ありがたい、400円にしてはありがたい。あこれこのなんかどうやってつけるのかな。ちょっとウケる。ちょっと待ってこういうこと。なんかね本当ごめんなさい、ここに口に毛が入るんですけど、これ普通、これつらい、これつらい、口に毛が入る。でも子供たちにバレないようにするにはこうだね。あっ、ほうほうほう、ちょっと帽子持ってきて、帽子。あちょっとでもこれ嫌かも、この毛が。去年買った100均の帽子かぶります。サンタじゃん、サンタじゃん。あ、つったけもいい感じ。ではお次はこちらいきたいと思います。何センチ向けっていうのは書いてないけど、
丈は73センチです。まあ、そんなこと言われてもよくわかんないので着てみます。なんかやっぱり同様で同じだね。これもさ、ちょっと薄いフェルトっていう感じ。もうこの辺もだからすごく高級なものではないよね。でもまあちゃんとさ、そんなにきちんと、まあ、縫われてるし簡単には壊れない。長さこれくらいね、176センチが着るとこれくらい。まあでもさ、別にさ張り切ってものすごいさ、もうなんだろうな、数千円するようなの買わなくても400円と100円で、子供騙しじゃありませんけど。あ、でもなんかさ、ほら例えばさ、イベントを、子供たちのイベントとかさ、幼稚園のさ先生とかさ、十分じゃない？見て、可愛いっていうか、なんか冬だね。いい、ね、みんな今のうちに買っといた方がいいよ。でもちょっとね、このね、ちょっと作りがさ、なんか何かどうなってんの、この辺のなんかね、平行感はちょっとね、謎です。とかもしかしたら品物によって若干違うかもしれないけど、いいと思います。はい、というわけで検証良かったよ。これちょっとおすすめです。クオリティものすごく気にする方は高いもの買ってください。そんなに気にならない方はこれで400円でクリスマス気分、まあ、サンタクロース気分を味わえるので、なんかイベントで軽くさ、家で着たりとか友達と着たりとかするのは楽しくなると思います。え、だってさ400円だよ。はい、というわけでもうクリスマス間近、そしてね、直前になると本当になくなるから、皆さん売り切れる前に買いに行ってください。ありぴょん、ありちゃん、ありちゃん、ありちゃん。